そう、ずっと待ってたんだよ。慌てない慌てない、勇者メイ一行は全員揃ってから出発するんだよ。最後の一人がもうすぐ。あ、来た来た、漂白者のお姉ちゃん、やっとあんこに会いに来てくれたんだね。心配でメイたちを出動させるところだったよ。に来た時は一緒に遊べなかったんだもん。でも今のあんこは休暇中、いっぱい遊べるよ。宿題？そんなのあんこ知らないよ。あんこはアールトも誘ったんだ。せっかくの休みなんだから今週で友達と遊ぼうって。なのにアールト椅子でグデーってなりながら、大人は忙しい、特に今は仕事が溜まってるんだ。悪いがあんこと出かける暇はない。だってさ、はあ、大人って大変だよね。物語を聞く時間も語る時間もないんだもん。しょうがないから、あんこは物語とアールトの財布を片手にブラックショアからやってきたのだった。そうだ、漂白者はもう立派な有名人だけど、みんなにも一応紹介するね。皆の衆ご覧あれ、満を持して登場したこの漂白者こそ今週を救った大英雄なのだ。噂の大英雄？あんこちゃんが言ってたすごい残像をちゃちゃっとやっつけたっていう人だよね。すごい。ねえねえ、大英雄さんも物語を聞くの？あんこの物語本当に面白いんだよ。この前は霧になった狼の話でね。アールトの話だろうか。うんうん、それと金色の目をした猫と灰色の羽を持った小鳥の話。これは私とヤンヤンの話。ふふん、あんこの物語はまだまだあるよ。そして今、新たな物語が舞い降りる。今回の物語は勇者メイたちの冒険談。ドキドキの展開がいっぱいで絶対面白いよ。冒険探は外さないね。それじゃあ一緒にあんこの物語を楽しんでね。この物語が気に入ったらお姉ちゃんもあんこの物語の国に行けちゃうかもしれないよ。だよね、黒目白目。物語の国に行ける、何かの比喩なのかな。ここは聞いてあげるべきだろうか。よかった、じゃあ座って。お姉ちゃんの特等席があるんだ。みんな座ったら物語を始めるよ。はーい、座って座って、これから物語の国に行くよ。もうとっくに座ってるよ。今日は灰色の小鳥の物語？
社名たちが願いを叶える物語。物語は夢の力あふれる冥王国から始まる。言い伝えでは冥王国の城の最奥には願いを叶える扉があるという。ただしその扉へとたどり着くにはあまたの困難を乗り越えなければならない。それでも願いを叶えるため勇者たちは歩みを進める。旅に出る前、白妖精の銘は勇者たちにこう聞いた。あの扉をくぐれば富も名誉も大切な思い出も手に入るでしょう。あなたは何を願って冒険を始めるのですか？私ならやっぱりお金かな。それでいっぱい星ナゲットを買うの。ふーん、僕は違うよ。名誉が欲しい。みんなが知ってるような有名人になりたい。じゃああなたは英雄が欲するのは富？それとも名誉？どっちね？それが大人の選択ってこと？要するに人の数だけ願いがあり、それぞれの旅路があるということ。そしてとある勇者名は願いを聞かれこう答えた。富も名誉もいらめえよ。その言葉に妖精の名は戸惑い、さらにこう問い返す。富も名誉もいらないなら、なぜあの扉に向かうめ？家族に会う、それだけがおいらの願いめ。その願いを聞いて妖精の名は勇者に進むべき道を示した。では小さな勇者たちよ、物語を信じ友達と一緒に目を閉じなさい。そしてその目を開けた時、新たな冒険が始まり、その冒険譚の完成とともにあなたの願いは叶うでしょう。さあ勇者メイとその友人たちよ、目を閉じたら冒険の始まりだよ。ここへ来たのは初めてみたいだね。あなたもあの願いを叶える扉を探しているのかな？扉？あんこの物語に入ったのだろうか。まずは話を進めよう。ちょうどよかった。私も叶えたい願いがあるから一緒に行こう。他ではなかなか見られない景色でしょ。ここは冥王国、冥たちの楽園だよ。ほら雲まで銘の形をしてる。私はここに詳しいから案内してあげるね。よーし出発。白妖精の銘からここに沿っていけばゴールにたどり着けるって聞いたよ。その時宝物が隠された場所も教えてもらってね。道案内してくれるいい子だよ。ここまでちゃんと設定があるとは。扉を探しているめ。だったらここを出て3つの
の宝剣。手に入れるには勇気を振り絞って困難を解決しなきゃいけないめ。二つ目は信念の堅守。ちょっと大変だけど、信念を掲げてくまなく探せば見つけられるはずだめ。最後は希望の花冠。いろんな種類の永遠に枯れない花で編まれている人の思いが宿った花冠め。すべての宝物を揃えると願いを叶える扉は現れるめ。よし、宝物のヒントも手に入ったし、ここからが冒険の本番だよ。まずはこの扉を抜けて現実に戻ろっか。ありがとう、白妖精のめ。どういたしまして。物語でも現実でも困ったことがあればここに来てね。じゃあめ。おかえり、お姉ちゃん。冥王国から戻ってきたんだね。うん、あそこは冥の物語が始まる場所で、黒冥と白冥の故郷。黒冥と白冥の力があればアンコはいつでも遊びに行けるんだよ。ただし誰でも入れる国じゃないの。物語を信じない人は冥王国に歓迎されないからね。今回はちょっとだけおまけしちゃった。あなたはあんこの友達で真面目にあんこの物語を聞いてくれたからね。うんうん、あんこもそう思う。あんこたちいいコンビだったね。あんこは勇者メイとその友達が困難を乗り越えていくこの物語が大好きなんだ。さっきみたいにね。お母さんがね、信じる心があれば物語は人の力になるって言ってた。だから物語を思い出すたびにあんこの心はポカポカするの。この気持ちお姉ちゃんにも伝わってたら嬉しいな。お姉ちゃんにはずっと幸せでいてほしいから。お姉ちゃんと遊ぶのすっごく楽しい。この前今週に来た時はみんな忙しくてダメだったけど、でも今は休暇中だからたっぷり遊べるよ。お姉ちゃんも勇者メイの物語の続き気になるよね。だからあんこの命名冒険団に入団してほしいな。一緒に物語を見届けよう。わかった。じゃあ団長はお姉ちゃん、副団長はあんこね。それじゃあ冒険団のクエストその1、みんなから物語の感想を聞いてみよう。これはあんこだけの物語じゃない。みんなの心が温かくならないと意味がないの。だからこれからの物語を紡ぐためにみんなの感想が必要なんだ。アンコールには拍手と歓声が欠かせないからね。よし、まずはほら、あそこの女の子気に入ってくれたかな。早速聞いてみよう。ねえねえ、なんで一人でいるの？お名前は？エイです。エイちゃん。うん、覚えた。こっちは漂白者、命名冒険団の団長だよ。うん、さっき聞こえてた物語の感想だよね。ちょっと質問があって。何でも聞いて、あんこが答えてあげる。うん、三つの宝物を揃えたら願いが叶うんだよね。うん、物語にはそう書いてあるよ。じゃあこれを見て。
の地図なのかはさっぱり。お姉ちゃんすごい。もしかして本州を隅から隅まで冒険し尽くしちゃったとか。あれ、地図に宝剣のマークがついてる。あ、もしかして宝の地図。このマークが勇気の宝剣の在りかだったりして。物語だと勇者メイは宝の地図を手に入れる。じゃあエイちゃんはこの地図どうやって手に入れたの？お母さんからもらった。これは私とお母さんの約束の証。昔お母さんと一緒に演劇を見たことがあるの。願いを叶えるために妖精のメイに助けてもらいながら伝説の宝物を探す旅に出るっていうあんこちゃんの物語とそっくりな演劇。私ね、願いを叶える宝物はどこにあるのってお母さんに聞いたの。何度も何度も。でもお母さん、辺境を見張る勇気だからいつも任務で忙しそうにしてた。そしたらある日、この宝の地図、白妖精のメイからもらったっていうこの地図をくれたの。私、お母さんに今度一緒に宝物を探しに行こうね。だから何も怖くないよ。宝物が見つかれば願いが叶うから先に願い事を考えておいてねって言われて。たくさん願い事を考えたの。星ナゲットをいっぱい食べたいとか、新しいおもちゃがたくさん欲しいとか。でも今叶えたい願いは一つだけ。もう一度お母さんに会いたい。お母さんに話したいことがたくさんあるの。大人はみんなお母さんは任務で遠くに行ってるって言うけど、そんなの嘘。私だってもうお母さんは帰ってこないって分かってる。それでもお母さんに会いたくてこの地図のことを思い出したの。だからお父さんにも話してみたんだけど、黙って私を抱きしめるだけで何も言ってくれなかった。それで今日あんこちゃんの物語を聞いて、もしかしてって思ったの。その気持ちわかるよ。大人は慰めの言葉をよく使う。でも心の奥にその言葉は届かない。あんこはね、いろんなお話を聞いてきたから嘘のことと本当のことの見分けがつくんだ。この宝の地図は偽物じゃない。あんこにはわかるよ。本当？うん、あんこを信じて。エイちゃんの大好きなお母さんがくれた宝の地図、あんこも気になるな。それにお姉ちゃんも物語の結末を知りたがってるしね。手がかりがあるんだから使わない手はないよ。さあ団長、指示をどうぞ。こうして命名冒険団は3つの宝物を求め旅に出るのだった。でもあんこ、今週には詳しくないんだよね。エイちゃんはどう？お母さんに連れて行ってもらった場所なら。でも残像がいるから一人で行かないようにって言われてて。一人じゃないから大丈夫。みんなで一緒に出発！
地図によると宝剣はすぐ近くにあるみたい。ウカカがたくさんいる。パーティーでもしてるのかな。怖い。心配しないで、アンコとお姉ちゃんがついてるから。あのね、勇者メイは自分よりも何百倍も強いお化け猫に会ったことがあって、その時怖くて震えが止まらなかったんだって。そうなの。うん、でも勇者メイは一歩も引かなかった。それは友達が後ろにいたから、戦わなきゃいけない理由があったからなんだ。つまりこの程度の敵におじけついてたら勇者失格になっちゃうってこと。アンコ、一緒に倒そう。任せて。これ楽しいね。ヤッホエロー、メイ来て。すごい。これぐらい楽勝だよ。もっと手強い相手でも簡単に倒せちゃうもんね、お姉ちゃん。うん、もっとでかいやつが来ても余裕余裕。宝剣はどこかな。あ、そこに気候があるみたい。何か入れてみる。でもアンコとエイちゃん届かない。私がやるよ。地図を置く必要があるみたい。ねえ、ここに気候があるなんて。メイの物語にはなかった。そこは忘れちゃった。でもハプニングは冒険につきものだからね。こんな高いところ、お母さんとも来たことないよ。下を見なければ怖くないよ。ほら、簡単簡単。これが全てを切り裂く宝剣。山をも両断する勇気の宝剣だよ。うん、木でできてるんだね。それに少し欠けているみたい。あ、ここに手紙が。何？なんて書いてあるの？小さな勇者よ、最初の宝物を手に入れましたね。きっとどこが宝剣なのと考えていることでしょう。こんなの伝説の宝剣のはずがないと。ですが落胆するのはまだ早い。ここにたどり着くまでのことを思い出してください。たくさんの困難があったでしょう。足元をさらう高波、届かない宝箱。それでもあなたは勇気を振り絞ってここまで登ってきたのです。この普通に見える木の剣はあなたの勇気の証です。え？確かにそう書いてあるけど、どうしてアンコちゃんが知ってるの？メイの物語にもそう書いてあったとか？ううん。それで次の宝物の手がかりは？まだ続きがあるんじゃない？あ、うん、あるよ。小さな勇者よ、まだまだあなたの冒険は続きます。
願いを叶えるには勇気だけでは足りないのです。下を見てください。信念を象徴する盾はあなたの視線の先にあります。他と違う砂の中には宝物が埋もれているかもしれません。もちろん何もない可能性もありますが、砂って…あそこだ。早速行ってみよう。次は砂浜で宝探しだ。到着。勇敢なる冒険者たちは砂浜にやってきた。この果てしない砂の海から信念の拳銃を探し出すために、冒険者の心を試すと言い伝えられている盾、揺るぎない信念を持つ勇者だけがそれを見つけられるのだ。うんうん、気合十分だね。3人で分かれて探そっか。エイちゃんは左、アンコは右、真ん中はお姉ちゃんね。何か見つけたらアンコのとこに来て。一緒に調べよう。うん。これが信念の拳銃だ。ん？手紙がある。あんこたちに見せよう。どう？お姉ちゃん、盾は見つかった？すごーい！さすが大英雄！あんこ、エイちゃんにも知らせてくるね。これが物語に出てくる盾だよ。これも木でできてる。職人の技ってやつだね。宝剣と組み合わせれば無敵の勇者になれそう。この盾を作った人すごいね。花冠の手がかりが書かれてるかも。エイちゃん、読んで読んで。うん、二度目のおめでとうですね、小さな勇者よ。この盾は努力の証。辛いことにも諦めずに立ち向かったあなたにこれを贈ります。これからも迷う時があるでしょう。そんな時はこの旅を思い出してください。心に灯る揺るぎない信念が迷いの霧を払い、希望の光へと導くでしょう。最後の宝物は希望の花冠です。願い事が決まったら私たちの約束の花畑に行ってください。花畑？約束の花畑？あ、多分場所は分かったと思う。一緒に来てもらってもいい？もちろん。あんことお姉ちゃんと一緒に最後の宝物を探しに行こう。ここだよ。え？何にもないよ。そう、今はね、前はここにアヤメがいっぱい植えられてた。
ここはお母さんの花畑だった場所。お母さんはお花のお世話が好きで、いつも楽しそうにしてた。私ね、お母さんに言われたんだ。お母さんが帰ってきたら一緒にここに来よう。だからこの花畑のお世話をお願いねって。だから私、毎日ここに来てお花に水をあげた。でも、だんだん花は散っていって、結局、みんな枯れちゃった。お父さんは自然の摂理だから仕方がないって慰めてくれたけど。わかってるけど、それでもお母さんとの約束が忘れられない。お母さんに会いたい。この盾も、剣も、お母さんが私に残してくれた宝物。じゃあ、お母さんが大事にしてたここは、花冠を編むための場所だったんだね。エイちゃん。あんこちゃん、漂白者さん、ありがとう。お父さん、地図を見て悲しい顔をしてた。私が何をしたって、もうお母さんは帰ってこない。この宝の地図も、ただの謎解きゲーム。大人の言う通り、願いを叶える扉なんて、やっぱりないんだよ。だから、お母さんとはもう会えなくて、話もできなくて、大きくなった姿も見せられなくて。でも、こうしてお母さんからのサプライズを受け取ることができた。お母さんの宝物を全部見つけられたのはみんなのおかげ。この剣と盾、ずっと大事にするね。ありがとう、あんこちゃん、漂白者さん。冒険に付き合ってくれて。副団長も解散って言ってないのに、なんで終わりって決めちゃうの？まあ今日はここまででいいか。あんこもいろいろと考えなきゃだし。二人とも勇者メインの冒険団の結末聞きたいよね。宝探しはこれで終わりだけど、命名冒険団の活躍はまだまだ続く。この先にもたくさんの物語があるんだから。そうだ、エイちゃん、明日のお昼ここに来てあんこの物語を聞いてくれる？明日ここに？うん、命名冒険団の物語が気になるなら絶対来てね。うん、じゃあまた明日。あんこちゃん、漂白者さん。これってハッピーエンドだと思う？うん、エイちゃんは宝物の花冠を手に入れてないし、お母さんにも会えなかった。確かに小さな勇者はお母さんの宝物を手に入れて、その気持ちを受け取ったのかもしれない。でもあんこ、この物語はまだハッピーエンドを迎えていないと思う。エイちゃんは願いを叶える扉を見つけられてない。物語の中の勇者メイと同じように。ねえ、勇者メイの願いは叶ったと思う？それなら勇者メイは家族に会えたはずだよね。それで長い旅の間に起きたいろんな面白いことを家族に話したんじゃないかな。でもね、勇者メイの物語に終わりはないんだよ。
お姉ちゃん、覚えてる？エイちゃんの宝探しのきっかけになったっていう演劇のこと。エイちゃんは地図のことを思い出したって言ってた。それに願いを叶えるために伝説の宝物を探す旅に出るって物語の演劇を見たって。それを聞いてあんこすぐに分かっちゃった。宝の地図に載ってるのは勇者メイの宝剣じゃない、エイちゃんのお母さんが残したプレゼントなんだって。なんであんこが分かったか当ててみて。勇者メイの物語はエイちゃんが見た演劇。あんこは全部覚えてるよ。あの演劇はあんこのお母さんからのプレゼントだから。お姉ちゃん、あんこの物語聞いてくれる？宝を踊るような冒険もなく、恐ろしい化け物もいない。遠い昔の話でもなく、遠い国の出来事でもない。それはある小さなお部屋のありふれた物語から始まった勇者ごっこをして遊ぶ親子。勇者になった女の子はお母さんと一緒に勇気、信念、希望を手にする物語をいくつも紡いだ。ある時、劇団がやってきた。観客席には女の子の姿。開かれる幕に鳴り出す音楽。お母さんと一緒に紡いだ物語。冥王国の物語は現実という舞台にやってきたのだ。そんな王国はどんどん大きくなっていき、勇者メイの冒険団も心躍る物語に変わっていく。世界で一番高い山に登って全てを断ち切る勇気の宝剣を探す勇者メイ。それははしごを登り、恐怖を退けた女の子の勇気の証。広い砂浜をひたすら走って、嵐をも防ぐ信念の拳銃を探す勇者メイ。それはお母さんが隠した飴を家中探し回った女の子の思い出。お母さんは女の子の毎日を物語に変えた。冥王国はどんどん大きくなる。勇者メイの冒険もどんどん増えていく。でも劇団が各地を回っていく中、お母さんは体調を崩してしまった。そして迎えた最終公演の日、希望の花冠を手に入れ願いを叶える日。でもその日、アンコールは起こらなかった。拍手が鳴り響く中、アンコはステージに上がった。願い事をするために。でも病気だったお母さんはアンコの目の前で倒れたの。怖くて仕方なかった。でもお母さんを元気にしたくて、アンコ毎日手紙を書いたよ。物語の主人公みたいにいい子でいればお母さんが元気になるって思ったから。なのに母さんの病気はどんどん悪くなって、
結局アンコの努力は意味がなくて、願いを叶える扉も現れなかった。もうどうしたらいいかわからなかった。そしたらお母さんがそんなアンコをベッドに座らせて言ったの。物語を読んでって。アンコは黒勇者メイと白妖精のメイの物語をお母さんに何度も読んであげた。物語を聞いてるお母さんはすごく嬉しそうだった。黒メイと白メイが物語を飛び出してアンコの元に来てくれたのはその時。これからはメイたちがアンコと一緒にいてくれるよってお母さんは笑ってくれた。でもお母さんはいなくなった。アンコが勇者メイとして冒険の旅に出たのはその後。養護施設でもブラックショアでもアンコが見聞きしたこと全部を物語にしてるんだ。お母さんに聞いてもらいたいから。アンコの大冒険のこと、新しいお友達のこと、それで物語をいっぱい集めて勇者メイの冒険団の続きを紡ぐ。勇者メイはたくさんの友達と一緒に願いを叶える扉を見つけ出す。そしてその扉の先でお母さんに物語を全部聞いてもらうの。アンコはうまくやったでしょって。だからね。うん、エイちゃん、お母さんに話したいことがいっぱいあるって言ってたでしょ。アンコもそう。いろんな物語をお母さんに聞いてもらいたい。同じだってあの時アンコは思ったの。勇者メイの冒険の結末はまだわからない。じゃあエイちゃんの物語だってそうだよね。願いが叶ってお母さんに会えるかもしれないもん。エイちゃんは冒険はここまでだって。宝物を見つけられてよかったって言ってたけど、その時のエイちゃんの顔、とっても悲しい顔をしてた。アンコ知ってるよ。お母さんの病気がどんどん悪くなっていって同じ気持ちになったから。でもアンコの物語を聞いてるお母さんはいつも笑ってた。物語にはね、みんなを元気にする力があるの。その力のおかげで黒メイと白メイはアンコのお友達になってくれた。だからアンコはエイちゃんの冒険を終わらせたくない。アンコはこの物語をハッピーエンドにする。エイちゃんのお母さんを生き返らせる方法もないし、現実には願いが叶う扉もないし、物語で白メイが現実で困ったことがあればメイ王国に戻れと言っていた。それにアンコだってそこに願いを叶える扉があると言っていたでしょ。じゃあ
勇者メイの冒険にふさわしい舞台はメイ王国だ。そっか、そうだよね。勇者メイはお姉ちゃんとエイちゃんをメイ王国に招いて本当の冒険をするよ。でも、メイ王国は誰でも行ける場所じゃないから。信じる人だけが行けるからね。それじゃあ冒険続行の誓いとして花冠を編んでエイちゃんに贈ろう。永遠に枯れない、いろんな種類の花で編まれた人の思いを宿す花冠。そんなのどうやったら作れるんだろう。花に詳しい。あ、ベリーナお姉ちゃん。ベリーナお姉ちゃんなら絶対知ってるはず。一緒に聞きに行こう。漂白者さん。あ、あんこちゃんもこんにちは。今日はお花を見に来たのですか？ちょっと待ってくださいね。このお花は恥ずかしがり屋で。ベリーナお姉ちゃん、希望の花冠の編み方教えて。希望の花冠？つまり A ちゃんのお母さんが残した物語を完成させて願いを叶えるということですね。ただ私もそういった花冠の編み方はわからなくて、いろんな種類の花で編まれた人の思いを宿す花冠、しかも永遠に枯れることのない花ですか。人の思いを宿す花というと思い浮かぶのはイグサですね。夜になるとかすかに光って道案内をしてくれます。ヤグルマギクも候補に入るかもしれません。雪の降る真冬でも咲く花なので好きな人も多いはず。あ、レンゲも良さそうです。甘い花なので人がイメージする蜜の味を宿していると言えるかもしれません。でも開花時期がバラバラなので一つの花冠に使うのは難しいですね。ましてや永遠に枯れないようにするなんて。そうだよ、この間黒い花をお姉ちゃんに作ってあげたのってベリーナお姉ちゃんなんだよね。それとこれとは違いますよ。表明の力で作ったものには命が宿りません。変わることなく指でなぞれば消えるような儚いものです。命あるものは常に変わっていきます。花を咲かせ枯れるまで時間と思いを刻み続けるんです。思い。あ、あんこひらめいた。物語の花冠は作れなくても思いを宿した花冠は作れるよ。花冠に自分の思いを込めるの。お母さんは花冠を作るときいつも私に好きな花を選ばせてくれた。嬉しいときは心がポカポカするような赤い花、落ち込んだときは優しく寄り添ってくれる青い花。あんこ、種類とかはあんまり関係ない気がするの。大事なのは気持ちだから。そうやって花冠を編めばあんこたちの思いもきっと伝わるはず。自分の気持ちを花冠に。いいですね、それなら伝わるかもしれません。うん、というわけでお姉ちゃん一緒に花を探しに行こう。
ヘイちゃんに花冠を見せて、命名冒険団はまだまだ続くって伝えてあげないと。ヘイちゃんと一緒に冥王国にも行って願いを叶えるために。あの、私にも協力させてください。お花が集まったら私が花冠を編みますよ。ありがとう、ベリーナお姉ちゃん。じゃあ早速探しに行こう。お花は集まりましたか？綺麗な色。ふわふわした幸せな気持ちが伝わりますね。あんこもたくさん集めてきたよ。素敵ですね。あんこちゃんはどんな気持ちを伝えたいですか？ねえねえ、この金色に輝く花、お姉ちゃんの目にそっくりでしょ？あんこは命名冒険団を象徴するような花を選んだんだ。花冠がみんなの冒険の証になるように。綺麗な花冠になりそうですね。うん、それでね、ベリーナお姉ちゃん、花冠には隙間を作ってもらえないかな。隙間ですか？エイちゃんのお花も入れたいの。エイちゃんの気持ちはエイちゃんにしかわからないからね。隙間を作っておいてエイちゃんに選んでもらうんだ。わかりました、任せてください。ありがとう、ベリーナお姉ちゃん。お姉ちゃん、花冠ができたらエイちゃんに物語を聞かせるよ。明日のお昼だからね、忘れないでね。白目白目と一緒に作ったんだ。なかなかの出来でしょう。自信作だよ、褒めて褒めてって白目が言ってる。これは物語のためのステージ。勇者目はもともと私とお母さんの物語だから、お母さんのやり方でやってみたいんだ。それにステージがあった方が没入感ってやつが違うしね。でもエイちゃん来てくれるかな。もっとちゃんと約束すればよかった。あんこちゃん、お姉ちゃん、お待たせ。ごめんなさい。よーし、これで命名冒険団全員集合だね。ここからは物語の時間だよ。うん、それでこのステージは？ふふん、この小さなステージこそこれから始まる勇者名の冒険の舞台なのだ。前の冒険がどこまで進んだか覚えてる？確か勇者メイが3つの宝物を探す旅に出たところ。そう、3つの宝物を探しに勇者メイは旅に出た。もちろん一人ではない、友達と一緒に。勇者一行は最も高い山を登っていく。下には荒れ狂う高波、勇者メイは何度も落ちそうになるが、その度に友達と一緒に乗り越えていく。そしてついに勇者は伝説の宝剣を手に入れたのだ。次に勇者は砂浜という砂浜を探し回ることになった。そこはあまりにも広すぎて勇者は貝しか見つけられなかったけれど、友達と協力しとうとう新年の拳銃を手に入れた。
残るは希望の花冠のみ。花冠、見つけられたの？ううん、勇者一行は伝説の花畑にたどり着いたが、花はすべて枯れ、希望の花冠はどこにもなかった。私たちと同じ。しかし勇者の友達はこの結末に納得しなかった。勇者にふさわしくないこの結末に。だからたくさんの花を集め、自分の思いを花冠に込めた。ピンクの花は幸せを願う気持ち、青い花は困難を乗り越えてほしい気持ち、みんなの冒険の思い出がいっぱい詰まった花冠を友達は勇者に送った。これが希望の花冠？まだ完成していない、一番大事な花が欠けていると、友達は言った。この花冠にはまだエイちゃんの思いが宿った花がないからね。私の思い、ここにアヤメを入れたい。ずっとお母さんに私が植えたアヤメが咲くところを見せたかったの。でももう全部枯れちゃった。もし見つけられるなら。見つけられる？もしアヤメも願いを叶える扉も見つけられるとしたら、エイちゃんは冒険を続けたい？もちろんだよ。でも現実のどこにも扉なんてない、ただの物語だから。物語で。そう、物語はただの空想じゃない。物語を信じれば物語はそこに現れる。ほら、花冠にあんこたちの思いが宿って扉になったよ。この扉の向こうが冥王国。枯れたはずのアヤメだって咲き続ける場所だよ。エイちゃんは物語を信じて冒険を続ける？私は、うん、信じる。よかった。それじゃあいざ行かん、冥王国へ。空が綺麗。ここが冥王国？お姉ちゃんとあんこが案内してあげるね。今回の物語は前よりも長くて、見たことない気候とか化け物がたくさんいるかも。しかしそのすべてを克服した先に願いを叶える扉があるのだ。さあ団長、今回のクエストをどうぞ。うん、扉を見つけてお母さんに会う。それじゃあ扉に向かって出発。大丈夫、よくあることだからね。冥王国はいつだって変化してるからね。これぐらいじゃ勇者たちは倒れないよ。もうすぐだよ。勇者たちはすべての難関を乗り越え、希望の花にたどり着くのだ。これが願いを叶える扉。たくさんの勇者たちが追い求める場所、この先に全ての答えがある。みんな心の準備はいい？できてるよ。私はお母さんに会いたい。そっか、じゃあちょっと休憩しよう。you
は止まらない。勇者たちに恐れなどあるものか。勇気の光景を掲げ、その鋭い刃で化け物の巨体を分断するのだ。化け物の攻撃など信念の剣神の前ではあまりに無力。それは嵐をも防ぐ信念の結晶なり。大好きなアヤメの花、お母さんにも見せたかった。願い事する？うん。そして勇者たちの心からの願いとともに、物語は結末を迎えた。小さな勇者はとうとう願いを叶え、思いをお母さんに伝えた。お母さんに言いたかったこといっぱいあるの。切れないほどの物語を。幸せな物語だったわね、あんこ。して小さな勇者は願いを叶え、物語はハッピーエンドを迎えたのだった。すべての物語と思いをお母さんに伝えた勇者、彼らの波乱万丈な旅はこれからも続いていく。漂白者さん、本当に本当にありがとう。お母さんへの思いも、宝物を見つけたことも、命名冒険団のみんなと出会ったことも、全部お母さんに伝えられた。本当にまた会えるなんて夢みたい。それで、あのね、これを二人に受け取ってほしいの。二人にはこれからもたくさんの冒険が待ってるんだよね。だからこの花冠が旅の支えになってくれたら嬉しいな。家に帰ったらこの物語をお父さんに教えてあげるの。お母さんの話も全部伝えたい。だから私そろそろ行くね。あんこたちの物語、みんなにも教えてあげてね。うん、約束する。じゃあまたね。お姉ちゃん、感想教えて。今回の物語はいい物語だった。あんこもね、このラストがとってもとっても大好き。勇者メイはようやく願いを叶え、
すべての物語をお母さんに伝えることができた。長い長い冒険の旅と大切な友達のことを全部。みんなで冒険して行く手を阻む化け物たちと戦った。宝剣と盾を見つけて希望の花冠も編んだ。たくさんの場所を巡ったアンコはこれからも旅を続ける。みんなと一緒に冒険をして物語を作り続ける。物語と現実は表裏一体だからね。幕を閉じたし、休暇ももうすぐ終わり。アンコ、そろそろブラックショアに戻らなきゃ。もう宿題の話はやめよう。あのね、冒険が終わっても寂しがらなくて大丈夫だよ。アンコがまた新しい物語を用意するから。お姉ちゃん、次も団長になってくれる？指切りして約束してくれる？一緒にいっぱい物語を作ろうね。それでは指切り。一緒に冒険して物語を作るんだ。